全国1億2000万人のカメラの保管場所でお困りの皆様、こんにちは、まさたまチャンネルへようこそ。今回はこの東洋リビングのオートドライ、こちらジャンクなんですよ。こいつを直しちまおうと思います。これがドライユニットですね。昭和60年12月10日製。私の18歳の誕生日だわ。はい、この6本のネジを外してドライユニットを取り出します。それではバラしていきましょう。これですね、このスプリングが形状記憶合金なんです。このスプリングを交換したいと思います。もうこれ伸びちゃってて、多分温度が高くなると短くなる、復元するタイプなんですが、ちょっともう戻らない感じになってますね。そしてこれが新しいスプリング、モノタロウで買いました。形状記憶合金ですから、このように伸ばしても戻りません。設定された温度ではないと戻らないようになってます。ちなみにこれは50度で戻ります。試しに戻るかやってみましょう。これが今までついてたスプリング、ちょっとは戻りますね。でも全然復元しませんね、短くなりません。そしてこれが新しいスプリング。お、一瞬で戻りますね。すごい。お、楽しい。50度以上だとこのように短くなって伸ばしても戻ります。50度以下だと伸ばしても伸びっぱなしになる。そして温度が高くなるとまた縮むという形状記憶処理が施されたスプリングなんです。バネをセットする前にハンダが切れてたので、配線をハンダ付けしてしまいましょう。てか私ハンダ付け苦手なんですよね。ほんと塗装とハンダ付けのセンスはマジでありません。ははははは。形状記憶合金のスプリングなんて使われてるので、結構ハイテクなものなのかなと思ってたんですが、構造自体は割とアナログです。シリカゲルで防湿庫内の湿度を除去して、定期的にそのシリカゲルを温めて乾燥させる。シリカゲルを温めてる時の熱で形状記憶バネが縮んで、防湿庫の外についた扉が開く。シリカゲルを温め終わるとユニット内の温度が下がって、形状記憶バネが伸びることにより防湿庫の外の扉が閉まって防湿庫の中の扉が開く。その繰り返しで防湿庫内を一定の湿度に保ってるという感じですね。
はい、できました。それではスイッチオン。なんか時計みたいな音がしますね。タイムゴーズバイ、ソーソーリータイムゴーズバイ、ソーリーソーリー、テレレッテレレー、テレレッテレレレレー、テレレッテレレー、テレレッテレレー。ダメだな、治んない。なんで？なんでだろう。まあ、もともとジャンクだからね。治らなかったんだ。治んなかったね。さあどうする。はあ、買う。もう買わない。この方はね、東洋リビングでももう修理効かないんだよ。さあどうするか。参ったな。はい、来ました、東洋リビングのモバイルドライ、携帯式の除湿ユニットですね。こいつをジャンクの防湿庫の中に仕込んじまおうと思います。コンセントに挿すだけで復活、除湿剤の交換不要、海外旅行でも使用可能。まあ海外旅行なんて行きませんけどね。それでは開けてみましょう。この真ん中のビーズ、これシリカゲルなんですが、これが青くなるまでコンセントに挿しておかなければならないようです。なんかいい感じですよね。使い始める前、最初は6時間通電させておくようです。モバイルドライが乾燥する間、6時間ぼーっとしててもしょうがないので、アクリル板で防湿庫の壊れたドライユニットの部分を塞ぐ板を作っちまいましょう。アクリル板はこのようにカッターで切れ目を入れれば簡単に割ることができます。っていうか、アクリルサンデー用のカッター持ってたんですけどね、どっか行っちゃったんですわ。まあね、防湿庫の目くらぶた作るなんてピュピュピュのピューですわ。カメラをメンテナンスするときに使うモルトプレーンをパッキン代わりに使っちまいましょう。てかモルトプレーンって割と高いんで、あんまり使いたくないんですけどね。まあ仕方ないです。はい、できました。オッケー牧場。アクリル板でユニットの部分を塞いで完了です。中から見るとこんな感じ。はい、6時間経ちました。インジケーターも青くなってますね。では防湿庫にぶち込んじまいましょう。
約2時間で 38% ぐらいに湿度が下がりましたね。モバイルドライ結構使えます。いい感じです。まあこの重曹の効果もあったかもしれません。まあその辺は。はい、 OK 牧場。それではまたねー。